今回はですね、前回、加藤、西尾、僕で、時事問題をね、軽くやったんですけども、本当のね、バカを決めようじゃないかと、本当にもう、正直に。いや、俺正直バカじゃない。今日は、ちょっと本来は、西尾さん、なんでいないのってみんな思うかもしれないですけど、西尾さんね、頭いいですからね、バカではありません。なので、本当のバカを決めるためにね、この本当のバカ二人。ということで、先週勝ちなんで、先早押しで手挙げて、お願いします、はい。じゃあ、スポーツの問題です。はい。先日、ラグビーワールドカップ2019が行われました。はい。それの優勝国はどこでしょう？はい！どこだったっけ？ごめんな。いや、どこだったっけじゃないんだ。俺がもう挙げちゃってるから。どこだったっけな、はい、すいません。行かしてもらいます。はい、イングランド。あ、イングランドじゃねえわ。違うわ。これお手つきはもう一回休みで。あ、違う、イングランドじゃない。俺あんだけ見てたのにラグビー。わかった。はい、加藤さん。ハカ。ハカ。ハカ。いや、もうそんな時点でダメ。あ、違う。もう退場ですよ。いや、2位だと思うんだけど、これしか思いつかん。はい。ちょっと待って、いや絶対2位なんだよな。まあ、いや、南アメリカ。あ、違う、南アメリカじゃない。南アフリカ。南アフリカ。いや、俺これ違うわ。いいですか？いや、まあしょうがない、オッケー。はい、正解です。あ、正解。あ、南アフリカだったっけ。南アフリカとイングランドが決勝で。あ、俺イングランドと思ってたわ。あ、南アフリカか。あ、でも以上、選手しました。はい。来年開催の東京オリンピック、東京オリンピックの、はい、マラソンと競歩の大会が開催される場所が決まりました。うん、どこでしょう。え、これ、都道府県でいい。都道府県でいいかな。じゃあ、ちょっと難しいかもしれないし。じゃあ、ちょっと いいですか。はい。あ、はい、須藤さん。北海道。何、お前そんな余裕で分かってたの。いや、ちょっと、それはね、結構たまたま見たの、俺。あ、だたまたま、ピンポイントで見たの。お前、運がいいや。分かってるなら、深くまで。いやー、きついって。北海道の有名な地名、知ってる地名で多分当たると思う。札幌。あ、正解です。あ、札幌なの。はい。俺、1ポイントもらった。やった。やった。いやいやいや、そんな、だって札幌だって分かるよ。いや、だって先に答えろ。札幌の何市とかでしょ、多分。何市。いや、札幌です。あ、札幌なの。札幌っていう感じで。あ、そうなんだ。札幌で決まったっていうふうに。あー、そうなんだ。ちょっとにしては、ちょっとずるくないか。ずるくない。はい、エンタメからの出題です。はい。11月12日に結婚は、発表した、嵐のメンバーフルネームでお答えください。はフルネームで嵐のメンバー、その結婚発表した、お願いします。桜井翔でしょ。いいんですか、桜井翔で。いや、大野さとし。でもね、俺ね、下の名前ね、合ってるか自信ない。自信ない。でもこれあれですよね。まあ、その人がね、まあ、その人もなんか、いけちゃうかな。二宮。はい。和樹。正解です。やっぱ違う。二宮なん、なんだっけ。二宮和樹。あ、わかった。和成。二宮和成。正解です。やった。こいつラッキーやな。いやー、こういうとこで持ってんだよな。持ってんなー。だから僕はね、奥深いとこ見るんすよ。だからね今回はね、ちょっとね、難しかったわ。じゃあ次の、はい、もう最終問題。最終問題ね。これでね、これで決まる。わかる。オッケー。まあ、その流行語的な、うわ、ちょっと待って、流行語？いや、感じで。いや、流行語か。はい。の意味を答えてほしいんですけど。うん。あ、なるほどね。そういうのだったらね、ワンチャンあるかも。よいちょまる。よいちょまるの意味。うみちょっぱ、ゆきぽよが作ったやつや、もうね。なんだよ、マジで。よいちょまる？よいちょまる。はい。
意味と正しいなんか使い方みたいな、うん、欲しいですね。はいはい、須藤さん、これはじゃあちょっとお前さ、俺にさ、うん、なんかそのジュースか買ってきてってちょっとシチュエーションでやってみた。ちょっとどうした須藤、ジュース買ってこい。あ、オッケー、よっちまる。はぁ、あ、合ってます。はぁ、あ、全然違 う, う了解みたいな。あ、了解みたいな。全然全然ちゃう。よいちょまる。もうなんかよいちょまるだ。もうよいちょみたいな。よ全然よいちょまるね。なんでよいちょまるって言われこれは、どん結構つ、日常的に使うものだ。結構日常的にね、うん、使いますね、僕も。あ、お前も使うの。はい。二人二役演じててもいいかな。なんか、ああでもな、難しいな。ちょっといい感じなんでしょ。うん、さっきあったの。いやー、この前ワンオクのライブ行ってきたんだけど、めっちゃ酔いちょまるだった。ああ、ごめん、ちょっと待って、これね、俺も不安になってきた。これまあまあまあ、これはね、ここまで出してもらったら的確にやらないといけませんから。的確に、もうじゃあそのうん、何、どういう文字を酔いちょまるにしたかみたいな、うん、かな、うん、意味はじゃあ教えるわ、うん、意味はまあ幸せとかいい感じっていう意味です、うん、あ、もうじゃあもうテンションもあいあいもうテンションテンションじゃない。酔いちょまるはしっかりね、うん、その由来、うん、そのそっからちゃんとこうこうくるぐるってなってるのね、うん、ちゃんとこう文字がね、酔いちょがね結構分かった、うん、よっこい小一、いや、違います。よっしゃ、いや違う、もうね、もうそのまんまよ、言うならよい、よし、よ、もうよっこ一緒じゃん。よいちょまるはもうよっこ一緒よ。はいはい、よいしょ、あ、正解です。はい、勝ったわ。よいしょ、かわいくした。うん、よいしょ、かわいくしたのね。よいちょまる。いい調子を略した。ああ、なるほどね。じゃあ、よいじゃあ、普段だから。いやー、マジ、たあ、マジ、ワンオクのライブ、マジでよいしょだったわって言ってる。わけわかんねえよ。なんだよ、その使い方、マジで。いやー、もうね、わかりません。はい、いや、悔しいわ。ハトに負けるのはね、よくないよ。よくない。だって、この子、この子だって全部だって分かってないで分かってないで全部合ってる、これおかしいよ、ほら。いやー、もうちょっとね、次なるね、加藤くんとのバトルしたいわ。漢字とか数学とか、まあ数学とか、まあ理科とか、頭の柔らかさとかいいんじゃない。頭の柔らかさいいかもね。確かに、その謎々とかひらめき的な。次、じゃあちょっとそっちで勝負しよう。まあじゃあまず先生お前が出てよ。ああまあこれは仕方ないわ。まあハンデとしてな。これは仕方悔しいわ普通に。これはねちょっとね余裕ぶってた俺がいけない。勝ちます、マジで。これは気づいたらリベンジ側に回ってた。リベンジ側回ってた。これはもう悔しい、マジで。これはねおかしいもん。勝った。次絶対勝ちますので、ということで次回、はい、じゃあお願いします。ありがとうございました。